導く者、幹部たちよ、我が軍のもとへ。頭が痛い。テンペストを滅ぼすことこそ、主たるリムルを救い、国家の救済となる。聖戦に参加せよ。ベニマルたちを洗脳するつもりか。ベニマル、シナ、シオ、ハクロ、ソウエ、リムルさん、たまに。テンペストを滅ぼさなければならない。グル様のため。テンペストを滅ぼす。リムル様のため。ラファエル、洗脳を解く方法は？カイ、洗脳は直接接触して魂の系譜に戻すことが可能です。戦闘中に洗脳を解除するより混沌させて解除した方が効率的です。今はベニマルたちと戦うしかないってことか。もはや体などどうなろうと構わぬ。力を、神の力を、この身に。神だ、神の力。アンゲルスの力が凄まじいことになってるな。ただこれは精神が耐えきれていないのか。限界を超えた力、仇の時もそうだったけど、この過ぎた力の反動は体を消滅させるんじゃ。リムルさん、アンゲルスはもう終わりです。戦っても戦わなくても、ただ私は決着をつけたい。ああ、分かったよスミレ。アンギルス、これで最後だ。みんな、行くぞ。国、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。ヘイ、さあ、集いなさい。行きますよ、ファンタズムアーミー。倒れて。
獣め。倒れて、倒れて、それ、オーラシールド、獣めが。私は神だ。倒れ込まないで。ディスレベリング、倒れて、高価に、それ、倒れて、それ、許してね、倒れて、倒れて、それ、倒れて、お願いします。届きます。無駄だよ。届き者めが。悪い。倒せ。それ。効果ない。倒れて。オーラシールド。倒れて。倒れて。お願いします。ここは私が。私こそ神にふさわしい。甘く見ないでください。まだ立ち上がるのかね。あとはお任せします。おりゃ、おりゃ、そりゃ、いくぞ、余裕、バカな、食らいつくせ。夢が。無駄だよ。お父さん。スミレか。私は神になり、皆を救わなければならない。だが、もう救う力がない。救うための民もいない。私は何のために神になりたかったのだろうか。私を、病気だった私を助けてくれたからでしょ。そうか、あの時。お前はパパは神様だねと。そこからだった。スミレを救いたくて、救いを求める人を救いたくて。だが私はいつしか自らの英語で神になろうとしていた。神に少しは近づけただろうか。ここまで自分勝手な人だ。私だけの神様でいてくれたらそれでよかったのに。大丈夫か。分かってたことだから、私が望んだことだから。
リムルさん、ありがとう。もう大丈夫。行きましょう。神か。俺にはわからないな。ただ、最後アンギルスがスミレに向けた目は優しかった。これでいいかはわからないけど、お父さん自身、二度目の人生で救われたような気がします。そうだな。うん。そうだったらと俺も願う。アンゲルスとの戦いはこれで終わりだ。みんな、テンペストに帰るぞ。はい。神になりたかった男は、神に近い力を手にした後、朽ち果てた。その最後は、なぜか満たされた顔で消滅していった。天木国アンゲルスに残っていた住民たちは、散り散りに去っていった。天使の里に、再び天使が舞い降りることはなくなった。人間だった俺は通り魔に刺されて死んだと思ったら、こっちの世界でスライムに転生してしまった。暴風竜ベルトラと友達になったり、みんなを守るために戦ったりして今に至る。まだまだ色々なことが起こりそうだが、こんな人生も悪くない。